あ、雪めっちゃいいやん、パウダー。うわ、めっちゃいいやん。うわ、めっちゃよくない？うほっ。おはようございます。イグちゃんと星野ふみかです。そしてイグちゃんです。神田ツースノーリゾートやってまいりました。ただいま乗ってるリフトはいいリフトで、今日は現在ちょっとガスてて景色あまり良くありませんが、はい、いいリフト登るとね景色がいいのでみんな乗ってみてください。今日はね、はい、スタンスの話私に聞く？そう、私に聞く。みんなね、あと後ろに谷口さんと匠もいるの。ここにいますよ。なんかダイヤモンド TV 撮ってますわ、うん、すっげえずっと喋ってる、ね、編集するの大変だよ。あの今日のゲレンデコンディションがこういう感じっていうのをまずみんなに知ってもらいつつ、うんうんうん、どういう感じで決めてんのかっていうのを喋りたい。喋ろう。だからとりあえずそこで OK、 まずふみっちゃんからお願いします。はい、山頂です。山頂来ました。今日は、ふみちゃんレギュラーですか？レギュラーだよ。あのですね、ふみちゃん、はい、めちゃくちゃ疲れてるんですよ。疲れてるっていうかもう、はい、連日すごいハードに滑りまくってて、はい、あの足がもうバッキバキで肉離れ、ABB、うん、AB バッキバキで、ABB、足バッキバキ、うん、で、うん、もうね、なんか肉離れとかそういう問題じゃないぐらい、もう骨折すんじゃないかぐらい、なんで滑ってんだよ、もうやばいんですよ。もうこんなバキバキ久しぶりぐらいなので、私は今日朝めちゃくちゃ足疲れてるから。フォワードリンをちょっと強めに入れました。いや俺それが分かんなくて、疲れてたらフォワードリン入れんの？俺逆だと思ってた。入れた。もうちょっとターンする時も、あ、ハイバックに頼るってこと？もう足をほんのちょっとだけ動かしたらもう板が動いてくるじゃん。うん、だからもうそれで楽をしようと思って。え、ちょっと俺もやりたいじゃん。同じ倍なんで。そう、ハイバックをねちょっと入れました。え、マジ違う？両方入れた、両方入れた。え、そうすると楽？うん。え、その発想あんまりなかった。なんか疲れるもんやと思ってた。入れると？俺もちょっと入れたわこれ、うん、入れて、両方入れて。どんぐらい入れとる？そして、あ、まあまあいい。割り箸1本分ぐらい入れたの。あ、そう、ね、そう、入れてみた。角度は？角度は、まあいつもだいたい一応スタンサーを見たりするんだけど、うん、もう最近、今シーズンはまだあんまスタンサーもこまめに乗ってないので、うん、もう感覚、直感。直感？で、直感を信じないとどんどん直感、感覚、センスは鈍るもんだから。あー、なるほどね、それはあるね。そうだから場合、板はもちろん、あ、今日の天気とかメンツを見て、うん、板決めてつけるときに。なるほどね。今日は昨日よりもちょっと閉じました、前足を。あー、角度？そう、今何度ぐらい？ 18？ これ18のマイナス9。おー、いいね。そんぐらいにした。俺今日18、18、うん、珍しい。ちなみに超調子悪いそう、そんな感じで今日はそう楽したいからハイワークショー入れて。おー、面白いです。もう直感で、あ、今日ちょっと閉じようと思って、18マイナス9です。行ってみよう。神田津のイーリストから降りてすぐ。でも確かに頼れるわ、頼れる、頼れる。おー、いいね。左行く？左行こう。え、あのさ、イグさん、どうすか？いいね、いい、いい、いい。どう？俺久しぶりにフォワードに入れたけど、いいわ。なんか楽にさ、こう削ってくれるでしょ。そういうことか。そう、あんまり頑張んなくてもさ、うん、勝手にさ、ちょっとたわませればしっかり削ってくれるから、クイックになる。いいな。真似してみてね。めっちゃいいやん。この柔らかい雪になったらどうなるのか、俺はちょっと試した。うん、おうよ。雪どう？あ、雪いいね。あ、雪めっちゃいいやん、パウダー。うわ、めっちゃいいやん。うわ、めっちゃよくない？うわ、めっちゃいい。うわー、超いいやん。雪めっちゃいい。よくね？え、よくね？ノートラックです。めっちゃいいやん。え、
楽に動くっしょ楽に動くっしょ雪いい雪が良くていいのか悪いのか分かんないけど楽しかったから多分いいんだと思ういいし、いつもならさな結構フォアドリン入れちゃうとさズボズボって入ると思うじゃん、うん、でも足疲れてるからだからパワーがねえからあーすげえ参考になりましたありがとうございますなったよかったうんだから元気な時にガツッて入れるといつもよりもズボズボって入るわけよだから調子悪かったんだだから元気ない時にフォワードに入れると逆に楽に入るからああいいっすね、はい、ありがとうございます追加式ですじゃあ続きまして井口っすねちょっと2人に聞こうと思ったんだけどなんかさずっと上でさカメラ回してから喋って降りてこないから降りてこないねまだ降りてこないかな今日見た目からだいぶ違うんじゃない今日ね18-18珍しいよねちなみにめっちゃ滑りにくいそれでも約10年ぐらい前のスロープスタイラーでしょで俺結構スタンサーを見てやるのね数字見てこれ調子いいんだろうなとかって決めるんだけど今日は数字見てこれ絶対調子悪いよなっていうのでやってみたなんでえいや本当にそのスタンサーが合ってるのかどうかをこうやってたまに定期的にテストするの、はいはい、で調子いいっていうバイアスかかってるかもしれないからだから逆にスタンサーの数値から圧倒的におかしいぞこれみたいな数値にしてみてどうなのかって思って滑るとすっげー滑りにくいんだよ合ってたやっぱり調子悪かったあいつすごかったねそうだから直したいんだけど、うん、今日我慢して滑ろうかなそうだなんかこういう天気の日はさそう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 、ね、なんか視界悪いし、ね、こう景色楽しむっていうのが難しいんだったら、うん、なんかこういう試すとかっていうのが大事かなと思ってだ本来はこれぐらいの雪とか、まあ、滑るメンツとかだともうちょい前向けんのよはいはいはい後ろ足がすっげー開いてる感が半端ねえ、うん、今日ああスイッチやりやすいんじゃないそうスイッチはやりやすいのかなと思ったけど後ろ足も開いてるからあんまりやりやすくないんだよな多分全然合ってないと思うなで言ってはとは言っても18-18って結構都合が良くて、うん、今日の雪に合ってないんですよだけど、うん、圧雪バーンする時、うん、結構滑りやすくてドラグがしにくい確かにで両方に開いてるからまあ向きやすいってのもそうだし、うん、今日雪柔らかいやんだから開いて前足に乗ると埋まっちゃうけど圧雪とかだと多少前に乗っても埋まらんからすごい楽に乗れたりするから割とね実はピシッと閉まってる場合とかだと調子が良かったりするただ今日はねダメっすねやっぱ調子良かったもうちょい前向きたいでもふみちゃんにさっき教わったさあのフォワードリンやったら、うんでも俺もさ連日滑っとって超疲れたよ昨日やばいよね昨日高須からの今日神立てたから ね結構疲れとるんやけど確かにってなった楽に ね、うん、だから今日右足だけ実は倍が違うんすよ朝思ったそうでこっちはサロモンでこっちはバートにしてて、うん、なんかいろいろ試したいなと思ったんやけどあのだこっちだけフォワードリン入れれなくてちょっとそうだね確かにまあでもちょっといいリフトの乗り場まで行ってみましょうかねはいここわあ気持ちいいめっちゃいいめっちゃいい超いいのよおーやい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 イエーイ！ナイス！やばい！井口さん！はい。肉離れです。え？足肉離れ。肉離れそう。二人とも疲弊してるからね。マジでやばい。そのふみちゃんに教わったフォワードリーンしたらすげえ楽に踏めるなって、ちょっと楽になった。楽に板がクイックに動くからねあと合ってないアングルもずっとやってると馴染んでくるなあーなるほど、うん、18-18行きましょうOh.
わあ、わあ、耐えた。あったな。もう一個あったな。ここ二連ジャンプ。二連ジャンプやろ。さっき匠飛んだこっちじゃね？これ見た。見た折れるのこれ。気をつけて。すげえ面白いね。ボコボコやん。どこでも飛べる。ああ、立て。足やばいんやけど。足やばいな。あ、すごいと思う。あの谷口さんと匠を聞きたかったんやけど、どっか行った。まださ、ワンちゃんまだ喋ってんじゃない？まだ上上がったらまだいるかもしれない。ずっと喋ってんだあいつら、マジで。それっぽいことをね。やべえよ。なくなるよ SD。高めなんて、高めなんて無駄に360で撮ってるからね。無駄に360で撮ってるからね。意味わかんない。ああ面白いな、はい、まあちょっとね、ちょっと参考にして、フォアドリーン疲れた時に入れるとすごいいいわ。よかった。だから午前中なしで滑って午後からフォアドリーン入れるとかもありだね、うん、確かに勉強になるわ、うん、あと一個注意しなきゃいけないのは、はい、例えばそれでなんかパークとかやってる人はね、かなりエッジコントロールが変わってくるので、それは逆に聞きやすくなって、そう気をつけてください。横飛びしちゃったりとかね、そう、うん、切りすぎたりするもんね。だからちょっとこう雪も柔らかいからなおさら、うん、噛みにくくていいよね。あと噛みにくいバーンとか、あと疲れてるとかっていう時は、うん、フォアドリーン使うといいかなと思った、うん、いいと思った、うんうん、すっげえよかった。よかったです。僕もね、あの1本目よりはすっげえ慣れてきた。よかった。だから18だから合ってねえなと思って変えたくなる気持ち分かるんやけど、合ってねえなーでどうやったらうまく滑れるかなを考えながら俺よく滑るんよ、うんね、ずっと変えまくった時もあったんやけど、結果合ってねえやつに合わせるっていう能力も大事だし、うん、そうだね、育てないとね、合ってるスタンスを見つけるっていうのも大事だし、スタンスに合った滑りをするっていうのも大事やから、ね、ただスタンスが本当に合ってんのかどうかっていう答え合わせになるから、うんね、だから自分の感覚が合ってんのかなとか、そう調子悪いなの答え合わせが本当に、あ、やっぱ調子悪いなとか、確かに直感大事。そうだから直感も使いつつ、うん、データも取りつつ、そうただね、俺毎日滑ってて、うん、ほぼ毎日測ってるんだけど、大体合う、疲れにくい。疲れ、あ、そうだね、全然疲れない。そりゃそうだね、怪我もしにくいし、疲れたくないなっていうセッティングできるからさ、うん、やったら疲れないねって楽に滑れるから、体に優しいので。そうだね、だから、まあ、まあ自分のスタンスの数値知っといた上で、うん、こういうセッティングにするとかっていう負荷をかけるとか、うんうん、だから本当に負荷かかってるかどうか分かんないし、ね、うん、負荷かけてないつもりでもかかってるかもしれない。だからそういうところを確かに、そう、それを合わせるっていう、スタンスしに行こう、ね、うん、スライドラインできるんだ。でゼビオにもあるよ。すごい、ね、長野県スタンサーストリートだからさ。あとラーメンもすげえいっぱいあるから。ラーメン屋増えたよな。いや、ラーメンとスタンサーしかない、あの通り。いいな、うん、エネルギー値が高いね。はい、参考になった方はあの試してみてください。試してみてください。はい、じゃあイグちゃんでした。フミちゃんでした。じゃあねー。 あと神田スノーリゾートね、見た感じEリフトの上からのパードすげえいいんで、うん、遊びに来てください。ちょっと画質で見えづらかったと思うんですけど、うん、めっちゃ良かったんで、はい、お待ちしてます。じゃあ楽しんでいきたいと思います。グッバイグッバイ。